看板人気か。ただいまより投票受付を開始します。今年もまたここファーイーストで各国の名馬たちがしのぎを削ります。栄光の定石を刻むのは果たしてどの馬でやりましょうか。クラシックディスタンスの最高峰ワールドブリーダーズカップターフ、まずまず揃って飛び出しました。先行グループからまず見てまいりましょう。ポストポイントが上がってまいりました。内から1頭8番カタノーテンバウィズアンティシペーションが並んでいます。そして4番手にストラテジックチョイスであります。それからナサニエル、ドルニア、その外にケヤキジャルダン、セントニコラスアビー、その内からはチーフベアハート、外を通って5番グリーフランス、そして1番人気のゴールデンアポロ、なかなかいい感じ。しんがりからサンクラシークであります。もう一度整理しておきましょう。4馬身くらいの差をつけて11番ポストポンドが先頭です。8番カタノーテンバ、これと一緒にウィズアンティシペーション、そしてその後ろからストラテジックチョイス、ナサニエル、そして6番手にドルニアであります。その外ケヤキジャルダン、そしてその内にチーフベアハート、セントニコラスアビーが並んでいっています。それからもう一頭グリーダンス、これが1番人気のゴールデンアポロ、そしてしんがりからサンクラシークという展開です。先頭の方はどうなっているか。これが先頭ポストポンドであります。 G1 を勝ってさらに貫禄を増したカタノーテンバ、その後ろでやりましょうか。2番ウィズアンティシペーション、ストラテジックチョイス。さあ残すは直線勝負、最高の舞台に駒を進めるのはどの馬か。ゴールデンアポロ馬群をさばききれるかどうか。ポストポンドが抜け出した。ケヤキギャルダンも追い込んできた。ケヤキギャルダンも追い込んできた。先頭アツエリとポストポンド並ぶか並ぶか。カタノーテンバ、ゴールデンアポロも差を詰めてきている。これは激しいレースになりました。内を通ってポストポンド、カタノーテンバ先頭一着。カタノーテンバ WBC にかけた陣営の執念、これで胸を張って SWBC へ行けるぞ。届いています。
何かご用でしょうか。そういえば、何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。いい感じですね。何かご用でしょうか。ご存知ですか。ご存知ですか。いい感じですね。いい感じですね。クエストを達成しました。ご存知ですか。気合い十分ですね。いい感じですね。ご存知ですか。ご存知ですか？